さて最後の質問よわたくしは錬金占いは神の啓示だと言っていたがナヒーダは <laughs> 気づいていたのねあらあらこれが一番難しい問題になると思って特別に最後まで取っておいたのに 全然難しくなかったぞオイラにも分かったぜあそういえばナヒーダは本当に最初からヒントを出してくれてたよなオイラたち前々からずっとクラクサりデビの情報を聞いて回ってたけどまさかこんな形でええ、それは現実に戻ってからにしましょうでも現状に関する他の問題ならよろ その質問は前にも聞かれたわね。そのとき。でも、今のあなたたちは、無誘している人を呼び覚ましてはならない。という言葉を聞いたことはあるかしら。現実と夢の概念や認識に、不可逆的な意識の混乱がしょっ。だから、暗示やヒントの度合いに、私はいまず、私たちのいるこの無境は、 人々がすでに経験した。次に。なぜ人々は、以前の理、それは人間にとって、ほとんどの夢は元から覚え、だから、毎回過信炭祭の夢の中で目覚め、そういえば、旅人がアビディアの森にいた時も、夢を見た、ええ。草元素力の祝福を受けるということは、草元素の夢に関する、それに比べて他の人々は、 誕生の輪廻の人間は本当に夢を無限に作れるのかこの輪廻は一体いつになったら終わるあなたたちの脳の疲労がすでに答えを出しているはずよこのまま続ければ人々は耐えられなくなる特に元から体の弱かったものは このような無制限の搾取に耐えることは難しい今のドニアザードのようにね命が危険にさらされてるのに人々はそうねどうして私が誕生した日をモデルにしたのかしらナヒーダも理由を知らなかったのか教霊院の賢者は代価を惜しまず短期間でこれほどまでの夢を収穫し旅人 あなたは何か情報を持っているか大賢者はせいぜい神の生誕を祝うがいいと言神の生誕を祝うまさかスメールの民をだまし 彼らの犬の過信炭祭の輪廻を終わらせたら、すべてがはっきりするま…強霊院の賢者が自分たちの国の神にか、何せ、私はただの月だから、本当の太陽はとっくにいないもの。月、太陽。あ、今日が終わる時間だええ。明日になったら、輪廻を破る方法を教えるわ。 2人とも。